どうもエルザです。それではニオ2やっていきたいと思います。今回はメインミッションあやかし1夜城ですね、こちらの方やっていきたいと思います。信長様は北の美濃へ勢力を伸ばそうと長期、躍起になっている。美濃は銅山様が本拠としていた天然の要塞、要害か、足上がりとする出城でも気づかないと攻め入るのは難しい。かといって城を建てようにも斎藤勢が兵を操り出して途中で壊しちまった。しかし諦めるのまだ早い。ちょっとばかり当てがあってな。俺に任せてくれ秀吉。ってことでなんか当てがあるみたいですね。ここで何を？知れたこと。勝家殿の力を借りて城を建て信長様に献上するのよ。というわけだ猿、抜け駆けは許さんぞ。何笑うとるんじゃ猿。探してるって侍はお前か。ご挨拶だな。お前がこのっか。ようやく見つけたぞ。俺らの力を借りようった物好きな人間もいたもんだ。さあ、新しいキャラ登場ですね。コロク、の前に、前回からいろいろ変えてるんで、まあでも四角だよな。よし、じゃあやっていきますか。身の身残っても終わりに寝返っても戦からは逃れられねえ。城なんて一から建てたらえらい時間がかかる。ならすでにある砦を奪って城に建て替えちまえばいい。この砂窓はコロクラ川並衆が縄張りとしてきた地。あいつらの力を借りりゃあっという間にピッカピカの城の出来上がりよ。まあでもそんな簡単にね手に入るとは思えないけど、さあ中段をねちょっと鍛えていきたいな。さあスムーズにいくかどうか。木霊はこれにしといて、やばねー、やっぱあとはまだ準備がちょっとしたいんだよね。これか。銃ね。こんなもんか。さあさあやっちゃいますか。レベルも上げて、そうだ、一回
修理っていうかね、してもいいような気はするんだけど、はぁ、ムリタをね、振り直してちょっと真に振りたいなと思ってね。はいはいはい、ショートカットができると。24、若いね。動かないっていうのが大事か。上いるね。さあ、大立ち。おい。さあ。いや、だいぶシビアだな。マジか、結構シビアだね。まあいいや。順調順調。そうなってくるとどうしよっかな。三角は元気の方がいい気がするね。こっちの方がね。はいはい。いよいよ来い来い来い。まずね、とりあえず引きつけないとね。で、上から攻撃来てたでしょ。やっぱそうだね、やっぱ中段だとダメージ高いから削れる削れる。44 52 43 39。あー、でもいるな。52。どうやって戻した。はい、痛いね、痛いね。遠距離しか、あー、結構強靭があるか。そうだね、強靭があるからなかなか。痛い。これ一回仕切り直さない。いやー、ちょっと待ちの中がいい。抜いて、当たるのね。ちょっと面倒くさいって感じか、どっちかっていうと。ダメ回復。痛いね。槍兵が邪魔やったな。あー、楽目。単純にめんどくさかったな。で、また相手しないといけなくなると。あそこにいたんだね。
危ない危ない危ない。で、上にいるんだよね。で、邪魔が入る前に処分はしてきたいな。砦はもう奴らのものだ。どこいる？いたね。仕返し。はい。まあこんなもんか。43。ああ、やっぱりさっきのいなくなったか。まあそりゃそうだよね。静かにしとくれ。隠れてるのに見つかっちまうよ。38。まあぐるって回る感じか。でこっちは水路だが、まあまあまだって感じだね。でこっちぐるっと回って、あれ意外と殲滅して、トラガケ、あーそうだね、術支度で新しく手に入れたの使ってないね。そういえば、だね。まあいいや、また次見つけたらで大丈夫かな。さっき言った妖怪があそこ、とりあえず降りるか。止まるかな。意外と止まらないね。いや。おお、ガラスがいるか。そうか、これは困ったな。あいつ強えんだよな。スネコスギ、さあスネコスギを連れて、お、どこどこ、あ、いたいたいた。はい、終わり。玉城ゲットの余計やられたくないね。54、38。なんかいるね、バカでかいのがね。やばそうなのが今いたね。効果はなさそう。なんでこんな狭いところで出てくるのかな。
あーこいつだろうね、ボスはね。このそうなんだよね、そうなるんだよね。難しいな。え、マジで？なに。おお。ね。気力が回復しづらいからね。ワイラってなんだ。まあ、いいや、とりあえず。いたねー。さあ、帰れ。さあ、アイテムが、まあ、結構手に入ってるんで、全体的にね。バズコツ。38。これはちょっと渡すようで。このあたりは、いっかな。弓もいらない。そう、結局ね、重さがね。10上がるのか。70、重いんだよな。まあ、とりあえず装備しておいて、まあでも結局下がるんだよね。ロックしておいて、まあちょっとこれでいこうか。33。あーはあ、なんか色音がしたね。水門までどっちみち行かないとダメか。私もどっちで嫌だな。多分ここだろうな、いるのはね。ばあさん。やべ。やべ、落ちる。いやー、危なかったー。あといちょい。いやー、これほんと火力のある武器になったらまた違うんだろうけど、火力が欲しいな。さあ、これで繋がる。いやー、繋がったところでだよね。降りて、あー濡れ女がいたね。おがも、
下道兵はぶっ放す。ワイラは、なかなか良さげ。術支度して、将来メス、なんだったっけ、活言か。で、つけて、これでちょっとは生き延びるかな。頼ってきてくれたところすまねえ。ここいらはもう俺らの縄張りじゃなくなっちまってんの。あら、そうなの。ちょっくら案内してやるよ。暇なんだな。おお、ってことはコロクがついてくる。やったね。こっち行くと、あら、ショートカットではない。まだそんな気はしたんだけど。これね、水門あそこら辺止めてって感じか。濡れ女いるんだよな。こうだね、行くなら。おお、二人がま。スライム。おいおい、大丈夫か？焦んなよ。いやいや、お前さんも。で削った方が早いね。47、ちょっと小6いるうちにちょっと先輩に頑張ってもらおうかな。アムリタに持っていけるからね、一番ありがたいのは。いやべっあー、6名いや、コロクさん、いやー、なかなかでも強かったね。いや、ここで手こずってる場合ではない。どうせここで手こじてくるんでしょ。また痛い。おいおい、大丈夫か？焦んなよ。バックがきついね、やっぱ。さすがにあれはない。まだあるんだね。はいはい。ね、このまま負けてはいられない。単純に強かった。さて、特に、お、切ったね。天狗面、そういうのがあるんだね。で、ここの上は。
うん、特にいないね。じゃあ上がって、そうね、子供もいないもんね。この水流してっていう感じか。強いな、500食らうね。なんでだ。そんな食らってたっけっていうぐらい入るよね。まあ、とりあえず戻すか。41、カラス天狗がそっちと。いや、特にはなさそう。やめよう。なるべく危ないのはちょっと避けていきたいね。拝んで。さあ、先行きましょうか。何が待っているのかという感じなんだけど。ワイラが三角ね。先にこっちかな。あら、気づいてない。何かが気づいたね。2人やね。でも児玉ちゃん全然見当たらないんだけど。はいはい、待ち伏せが1人いますね。あ、気づいた。あ、やっぱガードしっかりするね。あらら、降りちゃった。あ、ガードするね。あれ、どう考えてもな、アスコな行くの最適じゃないんだよな。あ、で、そこがあるってわけか。おお、来た来た来た。来るんか。おお、強っ。いないかな。おいおい
前大丈夫か？焦んなよ。いきなり来た。いいなマジで。いやー、雑魚敵でこんな強かったら結構きついよね。意外とね、ロック音がね、そんなにしっかりと効かないんで。はい。47いるんでしょ。おお、ナイス。さあ、大変だな。俺らはここの人間とはうまくやってたんだがな、後から来た侍どもに追い出されちまったんだ。あ、そういうことね。小玉の音がしたね、上か。派生する技が少ないんだね、中段はね。なんかそれがなんかちょっと慣れないね。コンボを打とうとしてもなかなか難しい気がする。してくれ。上に来るわけね。いた。はい、帰れ帰れ。で、次。ああ、ここに来るわけね。上やな、先にね。
ババ様がそっちにいるね。そもそもダメージ入るかな。入ったね。で、ここ開けれるぞ。で、つながるわけだね。あ、そのまままっすぐでもよかったわけか。なるほど。さあ、ただ馬場様がそちらにいるか。場所がつらいの。さあ、コロク頑張れ。橋の上はちょっとね、危険だね。あ、落ちた。特に何ももらえる。あー、ラグビーそういうことね。さあ、違うね。ちょっと一いやー、いい罠しちょるここ。妖怪いたしね。これは通れない。回ってこないとダメか。お、ここはよしよしよし、通れるようになったね。 OK。 44上いるんだよな。一瞬声がした気は。おお、また落ちたね。うわ、イライるしな。あ、バレた。タイミングいった。戦略。そうだ、これ発力どのくらい回復するかな。あ、結構いくね。じゃあ一回戦闘落ち着いた時は戦略じゃなくて活力符を使った方が何かと。いい感じ。痛いねー。はい、属性つける。はい、やつに。これどこ行くんだ。あ、いた。おい、帰る帰る。
こだまちゃん、これはまだだね。さあ、これでつながると。で、こっち行って。絶対動くよね。くー、一発が重い。さあ、来い来い。来る気なかったね。調べて、やっぱ上いたね。これは、ああ、つながる感じか。へえ。まあルート単純っていうわけではないけど、何？意外とそんなにタフではないね。で、上に延期いるでしょ。あ、いた。そこ隠れるか。さあ、まだ全部のこだまちゃんを見つけてはいないと。絶対あのカラスやな。
けやれ。ちょっと行きたい気はするけどね。これ取れないよね。取れないね。まさかの取れないか。戦略大事だからな。それは卑怯じゃねえかい？開けるとりあえず開けとくで、変気をちょっと始末したい。どうしたこの状態だったら、じゃなければね。さあ、こたまちゃんはここ何もないね。ここはあれか、先に開けといたところか。で、これダメだって。
50がちょっと珍しい感じだね。はいはいはい、この下にいる、下にいるのは分かったか。音はするが、コロク邪魔、コロクちょっとコロクさん、ここではない。あ、すねこすりか。はい、すねこ。アイテム、で、あ、こっち側ね。あー、アイテム、まあいいや。あ、2匹いたのね。おい、かわいいね。かわいいよね、猫は。もう無条件で可愛いからね。ここはもう片方取り手ない側があったんで、そっちも見ちゃいましょうか。削りが半端ない。猫ちゃん2匹ともいなくなる。48、まあ取っとくか。だいぶ軽めな感じだったね。おお、ほう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 。はい。ああ、ダメだね。なかなかしぶとい。54、やっぱ落ちちゃったか。そりゃ落ちるよね。そんなレア装ではないけど、装備自体落ちダメだね。邪魔してくるね。ちょいちょい、ほんとちょいっとね、待って待ってっていうのが結構ある。
く。うわ、なんだろうな、居合をもうちょっと綺麗に使いたいんだけどね。温泉がある、まあ浸かるか。まんまやんだね。生き返るな、おい。これでお前とは裸の付き合いってわけだ。よし、じゃあ行こう。砦を直すのにうってつけのやつがいたんだが、今や俺の手に負えんくらい凶暴になっちまった。そんなやつがいるんだね。あら、まだこっちはいけない。いけないか。そうそう、逆に何も出なさすぎるのよ。あ、やっぱいったね。落ちろ落ちろ。床闇か。どうせ落としてくるやつがいるんでしょ。お、水がいっぱいだね。流し切らないとダメな感じか。いるね。しすぎ、うろうろね。はあ、ぐるっと回ってきて降りればいけるって感じか。当たるんか。あれ、マジでコロクは？ここにずっと待機してんの？森の奥にいるのは確か。森の。あ、ここまで。はあ。頑張れということか。へえ。そしたらそっち行かないとセーブポイントはないっぽいんで。きついね。
から温泉か。とりあえず取ったら一回引こう。で、上行きたいな。66。やばい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 。いろいろ落としてはくれたけど、ソハヤケ、まあ武器はさすがにって感じか。防具だね。いいの来たね。やっといいの来たね。ソハヤ、まあ、意外と林鎧、で、なんか特殊能力かなんかあるのかな、シリーズ的なね、あればいいなと思ったんだけど、そうでもなさげかな。そうか、足一旦これでセンス、ああ気力回復ね。まあいいか、これで。そうなったら助太刀頼むか。なかなか辛いよね。いや俺助太刀でなしで生きる人マジすげえと思うもん。1000やかいね、やばいよね。
絶対ここ危ないでしょ。下がやっぱ危なかった、ただ君もそろそろピンチだね。です。あれなのは延期か。延期を退治して終わりっていう感じかな。いけるか。大丈夫か？まあそうなるよ。強い60の擬人塚の言い方は一瞬で消されたな。ほんと旬やったね。41、もう特にはこう言ってなんか出るって感じでもなかったか。さあいいのが出てくれ。あーそうでもないか。忍者の一発か。39で、ああはいはい。でここが通ると、はあ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 、でセーブポイントと。いやースイーツ。この武技銃とかこの辺りちょっと変えれるなら変えたいもんな。魂がさね、ねえ、ああ同じもの同士じゃないとダメってことね。はい、ということで今回ここまでにしましょう。結構ねなんだかんだやったら時間も過ぎるの早いんでね、このゲームね。あ疲れた。はい、ということで今回ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたな。